では時間を巻き戻しますよ。チャンスは一瞬だぞ。もうちょっとで地球が吹っ飛ばされるとこだったぞ。サンキュー、助かった。もう二度とそんなことをする余裕は与えんぞ。なんだ終わってない。地球がまた湧かない。ここでまたトアのワイルドクニーザもクーラもパワーアップしています。悟空さんとトアさんに加勢してください。この力がある。ダイヤ人のサルドムを倒すなどたやすいこと。そうですね。復讐の続きを始めましょうか。そううまくはいかねえと思うぞ。今度こそ貴様らを完全に消去してやるぜ。これは驚いた。かなり強引な方法ですが、さっきよりもう一回り強くなってますよ。これは今の悟空さんやベジータさんでもかなり強すぎでしょうね。まあそうだろうね。ちょっと助けてくれないのは。勝負は勝負だ。別に助けてやる意味はない。僕の狙いはトアだしね。まあ応援くらいはしてあげるよ。これで最後だ。そんなバカな。貴様らはもう終わりだ。二度と蘇ってくるんじゃないぞ。この俺がこんな下等生物どもに。いいね。辛抱強く待った甲斐があった。ありがとな。ずいぶん世話になっちまった。それで結局貴様は何者なんだ。ブルマの友達ってわけでもなさそうだが。まあまあ誰でもいいじゃねえか。助けてもらったんだしさ。ふん。なんだかよ、おめえにゃこれまで何度も助けてもらってる気がすんだよな。おめえもなんか困ったことがあったら言ってくれ。オラも力貸すからさ。お疲れ様でした。今回は本当に大変じゃったな。しかしなんとかなってよかったわい。よかないよ。トアのやつ現れなかったじゃないか。ああイライラする。このストレスをどこに持っていけばいいんだ。ちょっとここ破壊していっていい？やめてください。やっとトキトキが卵を産んだんです。ここで暴れるのだけは NG ですよ。相変わらずとんでもないことを言うやつじゃの。そうですか。トキトキが卵を。それはおめでたいですね。ビルス様、さすがに時々の卵を壊すとなると私も黙ってはいられませんよ。ストレス解消でしたらまたそこの海王神を封印するとかでよろしいじゃありませんか。あ、もうそんなことでよろしければどうぞどうぞ。こら、なんちゅうことを言うじゃ。それもダメに決まっとろうが。やれやれ、仕方ありませんね。そんなにストレス解消なさりたいんだったら私が付き合って差し上げますよ。お、久しぶりに相手してくれるの嬉しいね。あなたもどうです？せっかくですから一緒に鍛えてあげますよ。うちの子も次の破壊神候補にしようとしてるんじゃ。まあまあこの後もハードな戦いが待っているんでしょ。強くなるチャンスをあげようとしているんですよ。ウィスが自分から戦うと言い出すなんてめったにないことなんだ。お前も参加していけ。では暴れても大丈夫な場所へ向かいますから、準備ができたら声をかけてくださいね。